おはようございます今日の話は「1分で心を整える言葉」という名取裕彦さんの本の中から「お先にどうぞ」っていつ言いましたという話です。小学校で保護者を対象にした講演会を行った時のことです。ここ1ヶ月ぐらいで「お先にどうぞ」って何回言いましたかと尋ねると8割ほどの人が大きく目を見開きました。 どうもあまり言っていないようです私たちの日常は常に自分の都合と他人の都合のぶつかり合いです例えば横断歩道では早く渡りたいという歩行者の都合と赤信号に引っかかることなく通過したいという車の運転手の都合が互いにぶつかり合っています買い物の際レジに人が並んでいれば早く会計を済ましたい大勢の人たちの都合がそこそこで そこここでぶつかり合っている状態です自分一人の都合が優先されることはほとんどありませんそのたびにチェッと舌打ちしても雀の鳴き真似をしているように見えるだけですお先にどうぞの一言はあなたの都合を優先していいですよという心の余裕が生み出すものですこの言葉を言えない人は心に余裕がない,い人ですせめて一日に一度はお先にどうぞと人に譲る あなたの都合のいいようにと思って他人を優先する、そのくらいの心の余裕を持ちたいものですね。相間光雄さんは、お先にどうぞについてこう語っています。お先にどうぞ、なんて優しくて美しい日本語ですね。いいことは、人様を先に自分のことは後回し、遠い遠い先祖の日本人がこんな美しい温かい言葉を残してくれたんです。 他人のことなんか人のことなんかそっちのけ自分さえ良ければ我先に我先にと皆夢中で突っ走る「もう一度お先へどうぞ」という潤いのある美しい日本語でお互いに呼びかけ合える世の中になってほしいな現代は人よりも少しでも先に行ったものちょっとでも得をすること1分1秒でも時間が短縮できることを「良し」とする風潮が強いわけですね。 人を押しのけても自分が得をするという自分さえ良ければという考え方です。車に乗っていて1台や2台先に行かしたところで何の損にもなりません。到着時間だってそんなに変わりません。それなのに我先にと顔を通してしまいます。そして譲らない。俺が俺がの我を捨てておかげおかげの下で生きようという言葉があります。じゃあ今日はこれで終わります。